小金井公園は東京都小金井市と一部が小平市、西東京市、武蔵野市にまたがる東京都立の都市公園である。正式名称は東京都立小金井公園。小金井公園付近の空中写真。公園の北西側に見えるゴルフ場は小金井カントリークラブ。1989年撮影の3枚を合成作成。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。面積約80ヘクタールの広大な敷地は、都立公園の中でも最大規模で、日比谷公園の4.8倍、上野公園の1.4倍に相当する。なお、東京都にはさらに広い国営昭和記念公園があり、その面積は小金井公園の2倍近い。公園西側には南北に、小金井街道が南側には東西に、 五日市街道が通っている。また、五日市街道に沿って、玉川上水が流れている。公園の北側には隣接して、ゴルフ場小金井カントリークラブが広がっている。東京緑地計画をもとに、紀元2600年記念事業として計画された、小金井大緑地が、原型で1954年1月に小金井公園として開園した。基本テーマは、 花と緑の広々空間。園内には雑木林と芝生が広がり、1800本の桜が植えられた花見の名所としても人気があり、日本桜名所100選に選定されている。正月時期にはタコ揚げの名所ともなる。また、公園内の憩いの広場では定期的にフリーマーケットも開催されている。江戸東京建物園以外は入園無料。 1737年、幕府により、玉川上水亭に山桜が植樹された。苗木は、奈良県吉野山と茨城県桜川から取り寄せたという。明治時代、三好学の調査により山桜変種が多数、確認されるなど、日本古来の桜である山桜の貴重な領域として、1924年に、史跡名称天然記念物保存法により、 小金井桜として名称に指定された。毎年春には観王客で大変に賑わい、明治天皇をはじめ皇族も見物に訪れるほどで、1889年に開業した後部鉄道も名称指定に合わせて花見シーズンに仮上工場を設けている。しかし、戦後の交通量増加に対応するため1950年代に五日市街道が拡幅整備され、 桜並木も衰え、かつての桜の名所の面影は、薄れ、交差点の名称などに名残を残すのみとなった。これと入れ替わるように、小金井公園が整備開園し、桜をはじめとする樹木も多く移植、植栽され新たな桜の名所となった。1988年には、林八坂により、新品種、小金井薄紅桜が園内で発見されている。 小金井市総合体育館江戸東京建物園、ビジターセンター SL 展示場、C57 行きの小金井公園博物館、スポーツ施設レクリエーション施設展示物、ありがとうございます。